タープ沼へようこそはい、アイムゴーゴーシンチ今回もですね DD タープの貼り方解説していきたいと思いますで、今こちらにね、もうすでに貼ってるんですけどもえっ、ー、と DD タープ XL を使った三角張りっていう貼り方なんですけども三角張りっていうのはね 僕はあの正方形のね三々とかのタープでもね解説してるんですがちょっと手順が違くてですね今日は解説していきたいと思います。で僕はあの三角張りってねあの名前呼び方つけてるんですけどもまあ,あの呼び方がわからないシンプルな張り方で。 でなおかつ、まあ、入り口が三角だから三角針っていう名前つけてますがまあ皆さん呼び方はね、まあ、何でもいいかなと思いますけどねステルス針とかはねもうステルス針かなと思うんですけどこういったシンプルな張り方はねまああのなんて言うんだろうな呼び方合ってないような感じになりますので、まあ、あくまで僕が三角針って呼んでる張り方っていうことであの考えてもらったらいいかなと思います。今回の三角張りなんですけども まあ、DD タープの XL っていうサイズを使うっていうのもあるんですけどもかなりあのでかくなってきますのであの広いスペースをですねあの確保してもらうっていうことが大事になってきますでまず後ろ側の角の2箇所をですねペグダウンしていきます1箇所目こちらと反対側のこちらですねこちらにペグダウンをしていきますで2箇所ペグダウンが終わりましたら 正面のです、ね、中心の、えー、とループにです、ね、ポールを立ち上げていきますポールを立ち上げていきたいと思います今回です、ね、ポールの高さは、ね、180cm にしましたで正面の中間のループをです、ね、こういう風に持ち上げてポールとロープをセットしていきますロープワークをです、ね、手元のアップでちょっと解説していきたいと思いますで今こちらポールの エンドロックっていうこういうキャップがついてるんですけども、このようなね、ものがあると、ロープワークが止まりやすいですし、下にずり落ちることがないので、こちらおすすめになります。こちらのポールとこのキャップはですね、あの気になる方はあの説明欄の方にリンク貼っておきますので、そちらからどうぞ。で、まあ、たいね、エバースノット、僕を使うことが多いんですけども、こちら、ロープの先端で、こういうふうに輪っかにして、ここから、 1>, 1、2回転、ロープの輪っかに向かって、2回転して、この輪っかに戻すような形で、こういうような形。こうすると、ぐっとね、ここに絞れるんですよね。ピタッと、こういうような形で止まりますので、これがね、ほどけづらいですしあの、いいかなと思います。で、この撤去するときもね、こうやって。 パッととバラしもやりやりすすいいいいのでこれがいいかなと思いますあとはねもう一つね紹介するとねオーバーハンドノットっていってこういう風な形で、まあ、単なる肩結びなんですけどもくるっと結びますねでこういう輪っかを作っておいてそこから折り曲げるこういうような形にしてくるっとでそこにこのポールをやってこう絞り込むと。 このようなやり方もありますねこれもあのここでしっかり止まりますで、まあ、ここのエンドロックがついてますのでもうその上からパッとこうかけるだけでもしっかり止まりますのでこのゴムのグリップでね止まりますのでこういうような形でですねあのロープセットしてもらったらいいんじゃないかなと思いますロープのセットが終わりましたら正面にペグダウンしていきますロープをしっかりピンと張るような状態でペグダウンしていきます ポールがですね、このように立ち上がりましたら正面のですね、2箇所ペグダウンしていきます。こちらの角ですね、角をペグダウンとしっかりとポール側と後ろ側のペグを見てピッと突っ張るようにですねで、その時に角度もね、微調整もね、一緒にしてもらうといいかなと思います。最終的にね、あのタープをきれいに貼るコツとしてはね、 最後にねまた角度調整だとかねペグの位置を微調整していただくとしわなく綺麗に貼りますのでそれがタープをきれいに貼るコツかなと思いますもう僕もね結局一発ではピタッときれいに貼れませんのでね微調整をしていただくとこういうような形ですねあとはですねこの中ですね空間をもっと広くするためにはもう一つこういったポールを使っていただいてこのような形でですね 中からあの押し上げるっていう感じもできますで、まあ外からねループがちょうどありますのであのいい感じのね木がもしあの対角線にあるんだったら外からロープで引っ張るっていう方法もあります完成しましたので周りを見ていきましょう正面から見るとこういうような形ですね 今回ですねポールの高さがですね1 8 0センって設定してますがそうすると大体まあ正三角形ぐらいになるんじゃないかなと思いますこちらの高さを高くすれば幅が狭くなって今度低くすると幅がもっと広くなりますのでそれはねお好みでねポールの高さ調整してもらったらいいかなと思いますであとポールに対してこの立ち上げるときにロープの長さですねどのくらいあった方がいいのっていうふうに疑問に思われる方も あるかなと思うんですけども、だいたいね、ポールの高さ ×1.6 ぐらいの長さがいいかなと思います。なので、今回はたいまあ3メートルぐらいかな。3メートルぐらいのものを使っております。はい。で、こちらですね。DD タープの MC と XL ですね。で、後ろの方にぐるっと回ると、はい。真後ろから見るとこういう感じですね。 後ろから見るてもまあ、三角形になると。で、今、こちらね、結構こう開いてますけどね。例えば逆にね、夏はね、こちら風が下からこう抜けていくので、いいかなと思います。かなりね、車高性も高いですので、夏だとかもね、おすすめの張り方かなと思います。もちろん冬だとかはね、そちらにもペグをあの挿してもらって、上がらないようにして、まあ焚き火だとかと併用してもらうと、まあ、冬とかでも、 いけるってことなんで、比較的オーールシーズンいいけるんじゃないかなかと思いますでそのまま中に入っていきますと、こういう形ですね。今ね、半分にこういう風にね、あの縦、縦っていうんですかね、まあ、横なのかちょっと分かんないんですけど、こういう風にね、セットしてますが、グランドシート、こっちにもね、同じ、もうワンセットできるので、まあ、大人2人でもね、かなり余裕にね、あのー、ターパークできるぐらいのスペースがあるんじゃないかなと思います。 今回はですね DD タープの XL というですね、サイズを使って三角張りという張り方を解説させていただきましたこちらの張り方はねまあ、何よりね開放的でねこちら正面オープンなんでねもうこう自然をこう楽しみながらあの開放的なキャンプがねできるんじゃないかなと思いますあとはまあシンプルな張り方なんでねすごくね設営もねあのスピーディーにできますのでまあ、設営撤去が簡単にできるので まあその分ね、あのこう別のことができるっていうかね、あの料理を楽しんだり、えー、とキャンプ地の風景を楽しんだり、まあ、周辺の,あの自然をトレッキングしたりとね、やはりね、このタープっていうのはね、やっぱり自然に溶け込むっていう、ね、形が面白さの一つだと思いますので、まあ、サクッとね、スピーディーに設営して、その分、自然を楽しむっていうのがいいんじゃないかなと思っております。 それではまたこのようなね貼り方の動画ちょっと続けて何本かあの撮っていこうかなと考えてますので皆さんお楽しみにそれではまた